こんばんは。11月20日金曜日の夜でございます。平山茂です。昨日は突然のご報告失礼いたしました。2020年をもちましてですね、名古屋に帰ると言ったわけなんですけれども、まだ1ヶ月ありますからね、しっかり東京を満喫して、まだまだね、行けてないところいっぱいあるんで、行ければいいかなと思っております。はい、というわけで大丈夫ですよ。大丈夫だよ。もう金曜日は終わりだよ。もうほぼ休みだったでしょ今日は。ねえ、明日休みの人。ねえ、もう今日はほぼ休みだったでしょ。さあ、週末3連休の方もいるんじゃないですか。ねえ、3連休じゃないよっていう人ももちろんねいると思います。もうみんなに言ってますから。とにかく楽しもう。楽しんで、そしていっぱいいい思い出を作りましょう。大丈夫だからね。大丈夫だよ。大丈夫。絶対大丈夫。絶対大丈夫。ね。大丈夫だから。ね。本当に今日は一日お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。いやー、ちょっと僕もね、今から久しぶりにちょっとね、よく行ってたカフェに行ってこようかなと思ってます。まあ引っ越しのね、報告も兼ねてっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと久しぶりなんでね、まあ、空いてるか分かんないですけど、ちょっと行ってこようかななんて思いながら、大丈夫だよって言ってます。もう皆さんも今日のうちからね、なんかいろいろ動き出して、まあ遊んだりとかね、してる、飲みに行ったりとかね、ご飯食べに行ったりとかしてると思いますけれども、本当に大丈夫だから、うん、大丈夫だよ。大丈夫。じゃあ明日休み、明日休みという人は思いっきり楽しんでくださいね。思いっきり楽しんで、僕はそれなりに楽しみながら、ちょっと動画、別の動画もね、撮ったりとかいろいろ予定があるので、遊びにという感じではないですが、皆さん遊びましょう。楽しみましょう。思い出作りましょう。大丈夫だから、本当に大丈夫だから。大丈夫だよ。あなたは大丈夫だから。本当に大丈夫だから。本当に大丈夫。あなたは大丈夫。大丈夫だよ。本当に大丈夫だからね。本当に大丈夫。本当に大丈夫だからね。本当にあなたは大丈夫。本当に。とにかく楽しみましょう。ということで、明日また会いましょう。本当にね、大丈夫だからね。本当にそれだけはずっと言うからね。ずっと言うよ。本当にね、ずっと言うから。大丈夫だから。大丈夫。あなたは大丈夫。じゃあまた明日。また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。またね。よし、大丈夫。